コーヒールナ松永店井上博明さんのお話です。今日はコーヒーの効能をですね、いくつかお伝えしたいと思います。はい、お願いします。まず疲労回復ですね。カフェインは神経や筋肉を刺激する作用があるので、肉体の疲労を回復させる効果があります。もう一つはコレステロール値を下げる働きがありまして、コーヒーに含まれるニコチン酸は毎日適量を取ることでコレステロール値を下げる効果があります。3つ目は動脈硬化、心筋梗塞の予防ということですね。そのニコチン酸のコレステロール値を下げる効果により、心筋梗塞などの心臓病を防ぐ働きがあります。と4番目は血行促進ですね。カフェインとかニコチン酸の働きによって血管を広げる作用があるため、血液の循環を良くすることができます。5番目はですね、善玉コレステロールの増加。コーヒーを飲み続けると善玉コレステロールの高密度リポタンパクが次第に増加します。あとは利尿作用ですね。体の毒素をやっぱり早く排出できる、アルコールとかでもですね、分解が早くなるということで、あとはもう消化促進作用ですね。胃の分泌を盛んにし消化を促進します。今日はコーヒーの効能をお伝えしました。ぜひ参考にしてください。ありがとうございました。直木賞作家中島京子さんが松永を舞台に書いたハブテトルハブテトランに登場する憧れのプリントップはコーヒールナ松永店の人気メニューです。ぜひお召し上がりください。